宮沢賢治作。会食。互いに呼んでワをやめ、北上岸の夏草に、そうたる松の影をかぶって、勘手作り師と僕とは座る。手しきくる筒袖は、小敷風なる浅尾であって、今その繊維柔軟にして、 色天がなるネギ緑なるを、ぼうぼうとして風吹けば、人はいよいよ快適である。僕、そそくさと帽子を探り、二の浦青きトマトを示し、かくなるものを手らし取れば、縁なるものは我が手に残る。さて、手らしはしみじみとして、 火をもてあそび、熟しする。それ、シャンデリア、輝く下に、人、その三を、けみするならば、差がない技と、そしらるべきも、天候をみなぎる昼の草原に、はじめて取りたる演芸品は、しっさいに見るこそ、礼にもかなう。僕、また、これに倣ってみれば、 実にトマトの表面は真昼ながらに緑の微光を発している。祖はもしヤニの類でもあって蛍光菌のついたるもので、かつ今生山膝陰ろえる大沼玉の夜にありせば、人はこの松の下影に二つの青き発光体が せわしく動き働くを、当然黙とするでもあろう。激しく働いた後とはいえ、手ら氏はげに快適自身のごとくであるが、僕はまことは背中がひどく痛いのである。さてもトマトの内部において、西条康し言うごとき、実に霊労たぐいなき、 秘密の房を造することは、まこと造家の妙用にして、もし今我らかの川上の公平書士と、手倉氏いさかう際は、共に逃げ込むに適したること、まさに安子のゆずにも類う。さて手倉氏はトマトをはみ終え、 やや改まり、僕に言う。人々は死を蛇食いとして癒やしんでいる。しかるに蛇はなぜ食に不適であるか。僕、意を迎え、これに言う。なめくじカエルを食する者は、第一流の紳士と呼ばれ、蛇を取る者はそしられる。 そのこと、意図度機会である。いな、大心誌。たとえば、大谷光水氏、氏が、安南の流肉を、おしたるごとき、遠くに属す。しかるに、これが、門徒のたぐい。緑に、君を笑うがごとき、まことに懺悔すべきであると、くらし、さらに、んとして言う。 人、蛇肉を噛むときは、生気を加え身も熱し、実に風邪をも引かざるなりと。僕、考えて、答えて言う。微量の毒は薬なり、祖はビタミンの A と D、かつ、タンパク質と脂肪の成果。手倉し、さらに理して言う。 それヘビタルや外貌あしく、不助士はこれを恐るるも、逆はぎてみよ、その肉の美や、何らの衆を,をとどめざるなり、君も空うをよしとせん。僕、来同し、さらに言う。誠に他者す、去りながら、誰かうなぎを初めてはみし、 誰か生子を初めてはみし、これ尖閣にあらざるや、君またいつか人々に尖閣もって祀られなんと。風吹き来たり風吹き来たれば、手らしややに身を起こし、芝居の悪玉の目つきをもって、下流の型を平弦する。 僕、いささかに不気味となり、そうそうに会を終えんと来い。我らはおのおの畑に帰り、おのおのにまた桑を取る。